寒、めっちゃ寒い。おお、凍るぜ。皆さんこんにちは、ウルトラランナーの宮子です。おはようございますです。今日は寒いんですよ。だって見て、凍ってる。やばい。やばくない？ほら、めっちゃ凍ってんだけど。今日はね、ちょっと千葉県に来ております。こういうね、丸いグランピングにね、泊まりに来ました。ちょっと今日の練習をしたいと思います。ビヨンドまでね、2週間を切ったので、ちょっと気合を入れ直して今日の練習をこなしたいと思います。ちなみにここは高滝湖、なんか廃校の小学校をこうリノベーションして校庭にグランピング動画を立ててるみたいです。めっちゃ可愛い、おしゃれな。やば、本気で寒いわ。あ、見て、朝焼けがバチバチに綺麗。 ITJ から1週間ですかね。疲労感は足の外側がまだちょっと張ってるんで、そこだけ気になるぐらいで、まあ、でもこれをほぐしてもらったらどうにかなるかなっていうレベルなんで、今日の練習もしっかりこなして、しっかりほぐしてもらいに行こうと思います。ジョブしようかな。綺麗。ただ超寒い。すごい綺麗じゃん。15キロペース走で、ペース設定は4分10から20で行きます。足が動かない。やばい。いや、これすごい、本当に手先冷たくなんない。ちょっとジョグしただけなんだけど、耳がちぎれそう。こういう走りやすい道なんで頑張りたいと思います。行くでー。寒い。早出るよ。5キロ通過です。やばい、寒すぎて足が固まってるわ。思う通りに足が動かないです。アップもちょっと必要だったかも。だんだんね、ほぐれてきたんで、ちょっとずつ上げてきます。寒すぎる。前のすねがめっちゃ痛い。痛いというか固まってる感じですね。レースでもいつも5キロ過ぎてからやっと調子良くなるタイプなんで、アップをお願いしよう。いいかも。10キロ1段階足が動くようになった気がする。レースの上げ方分かんなくなっちゃった。どうやって走ってたっけ。あと5キロどうにかもう1段階上げたいです。マラソンのラスト5キロだと思って頑張ります。ラストアウト、ファイトアウト。綺麗。めっちゃ気持ちいい。残り2キロです。あ、残り2キロなんだけど全然足が回んない。あ、どうしよう。動かない。天気めっちゃいい。もう4分17。キープキープ。ピッチを意識したら走りやすくなったかも。あ、なんで最初からこれやんなかったんだ。あとちょっとです。あ、立ち止まったら鼻水でした。あ、なんかね、いつもと違う感じ。3日間ぐらいは走んなくて、軽いジョグとビルドアップ走をピリッとね、刺激を与えてよかったんですけど、その次の日めっちゃ疲れちゃってITJ で筋肉痛にならなかったのに、 ITJ の後ポイント練入れたら筋肉痛になっちゃって、いや、もうちょっとね走れると思ったけど、足がマジで上がんなかった。耳ほんまちぎれるかと思った。冷凍の食パンの耳みたいな。今日の走りすごいバタバタしてるなって思ったんですよ。これまでのいい練習できてた時って、こう足と腕の振りの連動がめちゃくちゃ良くて、こうピタッてはまってる感じ、タッ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 って感じだったんですけど、今日はなんかバタ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 コさんみたいな感じだったんで、今日はそれができてなかったのが反省ですね。ちゃんと走り方を戻したいと思います。あと2週間足らずの間に。今冷静に思ったけど、こんな1ヶ月前にレース詰め込むって冷静にやばいよな。やばい。なんか今のコンディションとしては不調でもないけど好調でもないって感じです。あとはまあ当日の体調とアドレナリンドバドバ出すのと、あとこの後残りのね数日間の過ごし方
で当日どうなるかって感じです。レース直前になったら焦っても意味ないんで、今自分ができることを一生懸命やって、12月29日ビヨンドのレースに備えたいと思います。でもよかった、今日分かったことは、めっちゃ寒かったらめっちゃアップせんと、ほんまに足のすね、ここがめっちゃ痛なるんで。確かにね、冬毎年そうやったわ。いつも思い出すけどさ、こう冬が過ぎると忘れちゃうねここにね、動画に残しておきましょう。はい、ということで今日は千葉県での練習でした。ここめっちゃいいやん、すごく走りやすいですし、みかちゃんが朝ごはんをピックアップしてくれてるので、早く帰りたいと思います。それでは今日は練習の動画でした。ここまで見てくださってありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。ざっちゃん。よし。気持ちいい。穏やかな朝。じゃ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 。ヘイヨー。は？見て。雪見大福がいっぱい。